ビモピンクカラタエリカ、ド派手姿清楚に復帰東出正宏との不倫から1600日、極悪女王が勝負のわけ。芸能プロダクションフラームの公式インスタグラムが7月17日、所属俳優のカラタエリカ26のソロショットを複数枚投稿。これまでのイメージとは異なる別人級のピンクショートヘアのカラタの姿に大きな反響が寄せられている。 インスタアカウントでは、ネットフリックス極悪女王からタえりかのアカウントが開設されました本日20時頃からインスタライブ制配信予定と告知。眉毛までピンク色に染め上げ、髪をアップにしたショット、前髪を下ろした自然体なカラタの横顔などを投稿した。また、告知されたネットフリックス極悪女王からタえりかのインスタアカウントでは、 本日の20時頃インスタライブ制配信大事なお知らせもと綴られ、作品のタイトルロゴも公開された。ネットフリックスオリジナルドラマ、極楽女王は鈴木治虫52の企画、脚本プロデュースで、女子プロレスラーダンプ松本63と仲間たちの友情や戦いを描く。ダンプ松本をユリアン・レトリバー、33ライオネス・アスカ、 60を合力あやめ、31長与ちぐさ、59をカラタが演じることは発表されていた。そして、ユリアン、合力、カラタのメインキャスト3人はその日の夜、告知された通りにインスタライブを実施。極悪女王が9月19日より世界配信されることがサプライズで発表され。また、 人気俳優の斉藤匠4 2が合演することも明らかになった。インスタライブにはダークブラウンのショートヘアという清楚系の雰囲気で登場したカ田は、ぜひ見てください。本当に面白い作品になっていると思うので、あなたに届いたらいいなと思います。とコメントした。芸能プロダクションフラームの公式インスタグラムが7月17日、所属俳優のカ田タエリカ、 26のソロショットを複数枚投稿。これまでのイメージとは異なる別人級のピンクショートヘアのカラタの姿に大きな反響が寄せられている。インスタアカウントでは、ネットフリックス極悪女王からタエリカのアカウントが開設されました。本日20時頃からインスタライブ制配信予定と告知。眉毛までピンク色に染め上げ、髪をアップにしたショット。 前髪を下ろした自然体なカラタの横顔などを投稿した。また、告知された、ネットフリックス極悪女王カラタエリカのインスタアカウントでは、本日の20時頃インスタライブ制配信大事なお知らせも、と綴られ、作品のタイトルロゴも公開された。ネットフリックスオリジナルドラマ、極悪女王は鈴木おさむし52の企画、脚本プロデュースで、 女子プロレスラーダンプ松本63と仲間たちの友情や戦いを描く。ダンプ松本をユリアン・レトリバー、33ライオネス・アスカ、60をゴ力あやめヤメ、31長吉草、59をカラタが演じることが発表されていた。そして、ユリアン、ゴ力カラタのメインキャスト3人はその日の夜、告知された通りにインスタライブを実施。 極悪女王が9月19日より世界配信されることがサプライズで発表され。また、人気俳優の斎藤匠42が出演することも明らかになった。インスタライブにはダークブラウンのショートヘアという清楚系の雰囲気で登場したカラタは、ぜひ見てください。本当に面白い作品になっていると思うので、あなたに届いたらいいなと思います。とコメントした。 カラタと東出正宏36の不倫が報じられたのは2020年1月。そこから約4年半1600日以上の時間が経過した。東出さんは地上波ドラマの出演こそありませんが、映画や配信系のバラエティーコンテンツなどを中心に活躍。そして今や彼の山での暮らしも憧れの目で見られていますよね。 一方のカラタさんには好意的な声があるものの、同時に未だに厳しい声も寄せられるような状況です。東出さんの元妻で、国民的女優のアンズさん、38を悲しませたということが大きいのでしょうが、新たに解説された、ネットフリックス極悪女王カラタエリカのインスタアカウントもコメント欄は解放されていませんし、 アカウント名から考えても期間限定のものになるのではないでしょうか。その理由は、やはり荒れるから、ではないかと思われますね。ワイドショー関係者。東出との不倫報道後、カラは事実上の活動休止状態に。2021年9月に発表された短編映画で1年半ぶりに俳優活動を再開し、2022年11月公開の映画の方へ、 流れる。で3年ぶりに映画主演。その後も映画を中心に活動を続けているものの大型作品への出演はなかった。また、2023年11月のインタビューで、韓国の映画、ドラマが大好きで、韓国の俳優さんのお芝居を勉強したいと思っています。と日本と韓国のに拠点生活を送る意向を明らかにしていたカラタだが、 韓国での活躍もなかなか聞こえては来ない。そんなカラタさんにとって極悪女王は今後の女優人生を左右する作品になるのは間違いないでしょう。俳優は多くの人が視聴する大型作品で活躍。名演技を見せることで評価が異変することがありますからね。カラタさんは極悪女王で女優婚を見せて10キロ超の増量をして撮影に臨んだと言います。 今はもうほっそりとしていますが、かなり苦労して増量を成功させたと見られます。インスタライブでも本当に面白い作品になっていると思うとコメントしていましたが、カラタさん、そして彼女をサポートする所属事務所もそれだけ、極悪女王を非常に重要な作品だと考えているのではないでしょうか。全土。極悪女王での活躍と演技で、カラタは復活を果たせるだろうか。 カラタの姿に、帰ってきたカラタエリカバカ可愛いいやん。私は、やっぱりカラタエリカの顔が好き。カラタエリカ、とりあえず元気そうで何より、などのコメントが寄せられている。